ーゲームの情報をみんなにお届けするニャニャニャネコマリオタイム。食欲の秋、食べ物が美味しい季節だにゃ。サンマに松茸、柿に栗。ところでクリボンは栗じゃなくて実は椎茸らしいわよ。それじゃ今回は久しぶりのこのコーナーからにゃ。マリオ博士への道。マリオのゲームについて詳しくなってマリオ博士になっちゃおうっていうこのコーナー。今回は知ってるとちょっとお得なスーパーマリオメーカーの情報を徹底調査にゃ。まずは基本から。最初の調査課題はパーツを振る。ステージに置くことのできるパーツは振ることで変化するものがあることは知っているかにゃ。ケース層が小ずれに。花ちゃん激横。あれ、にゃんが変わった。ゲゲゲ、このワンワン超危険。敵キャラ以外の仕掛けにも振ったら変わるものがあるから試してみてほしいにゃ。なるほど、とりあえず振ってみるってことね。あー、にゃんが出た。いや、このにゃにゃ、にゃんが始まった。ブラックパックンを振ると出てくるハエ、これを全部叩くとハエ叩きのミニゲームで遊ぶことができるんだにゃ。なかなか手強いわね。嘘でしょ、でかすぎ。このボスを倒すといいものが手に入るらしいからぜひ試してみてほしいにゃ。次の調査課題はいつもと違う敵。敵キャラの中にはある条件でいつもと違った行動をするキャラがいるんだにゃ。例えば水中にクリボーを置くと、わわ泳いでる、陸の上より強いじゃにゃい。他にも水中にカロンを置くとフィッシュボーンになったり、いやー追っかけてくる、来ないで。ブロックのそばにテレサを置くとネッチーになったりするんだにゃ。マリオワールドやマリオ3から久々の登場ね。他にも特別な攻撃をする敵もいるんだにゃ。トゲゾウに羽をつけると、飛んでるだけでも嫌なのにまだなんかあるの。わわわ、トゲ発射、にゃんていやらしいの。さらにカネックをゴールポールのそばに置くと、うーん、嘘でしょ、ゴールできないじゃにゃい。クッパ軍団史上最強の資格にゃ。もちろんカネックを倒せばゴールポールは戻るから安心してほしいにゃ。最後はタイトル画面。実はこのタイトル画面、実際にマリオを動かして遊ぶことができるんだけど、ここでタイトルロゴをタッチすると、嘘でしょ、なんか喋った。タッチしたアルファベットごとにいろんなことが起こるんだにゃ。他に何が起こるかは実際にプレイして確かめてみてほしいにゃ。今日の調査はここまで。他にも隠された要素がたくさんありそうね。みんなも探してみてほしいにゃ。それじゃ次のコーナー行ってみにゃ。クイズネコマリオ Q。 今回のクイズはポケモン超不思議のダンジョンから出題。早速第1問。ポケモン超不思議のダンジョンにはいろいろな道具が出てくるんだけど、中には食べると効果を発揮するものがあるんだにゃ。例えばオレンの実は HP が回復する。爆裂の種は目の前のポケモンを爆風で攻撃する。すっごい吹き出してるじゃにゃい。ここで問題。この邪悪な種食べたらどうなる。1、攻撃が上がる。2、防御が下がる。3、吐き気がする。4、邪悪な心が芽生える。それじゃあ食べてみるにゃ。正解は2、防御が下がる。こんなの食べない方がいいにゃ。この種本当は敵に投げつけて食べさせて使うんだにゃ。ここはたくさんのポケモンが暮らすワイワイタウン。いろんなポケモンたちがお店を開いてるんだにゃ。隠れ音商店には冒険に役立つ道具が揃っているにゃ。ダンジョンにも支店があるのね、商売熱心だにゃ。ルチャブルの技格2。ポケモンの技を忘れたり
大人には忘れたいこともあるのよ。ここで問題。ニャースが店番をしているニャースシアターでは一体何ができる？ 1. ポップコーンが食べられる。 2. コンテストに参加できる。 3. ダンジョンに挑戦できる。 4. 居眠りができる。正解は3のダンジョンに挑戦できる。ニャースシアターでは特別ルールのダンジョンに挑戦できるんだにゃ。道具は持っていけないの？レベルも5になっちゃうなんて厳しい。厳しいだけじゃないんだにゃ。冒険の様子を撮影して後から見たり、撮影した冒険を交換したり、私の華麗な冒険をみんなに自慢できる映画館ってことね。ワイワイタウンに本拠地があるポケモン調査団、世界中を冒険しているエリートポケモン集団だにゃ。エリート？ちょっと紹介しなさいよ。まず団長の電流、頼れるリーダーでちょっと方向音痴だにゃ。ちょっとどころかまっすぐ歩けてないじゃにゃい。空の探索を担当しているアーケン、だけど空を飛べないんだにゃ。嘘でしょ、見かけ倒しじゃにゃい。星や太陽の動きを観察する天文学者ジラーチ、とっても寝ぼすけなんだにゃ。なんか心配な団員が多いにゃ。ここで問題。調査団の一員このペロッパフは何を担当している？ 1. 日直、 2. 花の水やり、 3. プリント配り、 4. ご飯作り。正解は4ご飯作り。みんなのためにご飯を用意するのが仕事だにゃ。みんなのためっていうか自分のためなのね。個性的なポケモンたちばかりだけど、やるときはやるんだにゃ。たまに見せる本気がかっこいいにゃ。今回のクイズは以上だにゃ。猫川柳。読んでゲームを紹介しちゃうこのコーナー。今回はモンハン日記ポカポカアイルームラデラックスで一句読ませていただきにゃす。楽しもう狩猟採取シュローライフ。このゲームはこの猫そっくりの生き物アイルーが主人公。ちょっとちょっと、また猫？ライバル多すぎじゃにゃい。村長見習いのアイルーになって、アイルーたちが暮らす村での生活を自由にのんびり楽しむゲームだにゃ。畑の作物や鉱石を採取したり、探検に出かけたり、いろんな施設を作ったりして村を賑やかにしていくんだにゃ。これが狩猟ライフ、いやスローライフってやつね。どこ行った？あのアイルーは、あ、いるー。アイルーたちはフラット村にやってきて頼み事をしてくるんだにゃ。この依頼をこなすと村に住んでくれたり、いろんな施設を一緒に作ってくれたりするんだにゃ。これはブーギーレース。小豚さんみたいなブーギー同士のレースなのね。いっけー、そこよ、大外行きじゃ。仲間にできるアイルーはなんと総勢100匹以上。見かけも性格もいろいろで、いろんな特徴を持ったアイルーたちばかりだから、ぜひとも全員仲間にしてみてほしいにゃ。村も広くなってくのね。ちょっとさっきのアイルーどこ行っちゃったの？あー、いるー。 GQ を眺めてみましょう。 GQ とアイルーたちだけで探検に行くことだってできちゃうんだにゃ。下位から上位 GQ まで幅広い探検クエストに出発だにゃ。仲間たちがいろんな提案をしてくれるから、選択して探検を進めていくにゃ。なんだかわちゃわちゃして楽しそうね。で、ゲゲゲ、でか
でも、にゃんだか可愛いにゃ。大型モンスターも登場。可愛らしい見た目だけど、やっぱり手ごわいから心して挑むにゃ。ちょっと、にゃんで寝てるのよ。自由すぎ。木漏れ日の巣。生まれてきたのはこのベビードス。ゲームを進めていくと発見される木漏れ日の巣。探検クエストでゲットしたポカポカの卵をここで温めると、いや、生まれちゃった。モンスターのベビーが生まれるんだにゃ。このベビーと触れ合って仲良くなって、時にはお出かけしたりするんだにゃ。こんなでっかいモンスターもベビーの時はこんなキュートだったにゃんて。かわいいは正義だにゃ。おしゃれ猫、それはアイルー。僕、ダジャレ猫。アイルーはおしゃれにも敏感。村に立つギルドの見た目を変えたり、衣装を着替えたりしておしゃれを楽しむこともできるんだにゃ。悔しいけど意外とおしゃれじゃにゃい。って嘘でしょ、マリオの服着てるじゃにゃい。いろんなコラボ衣装を配信しているみたいだからチェックしてみてほしいにゃ。これなんかまんまたぬきちじゃにゃい。もちろん私のもあるんでしょうね。ネコピーチの衣装はな、あ、あはん。他にもローカル通信でお互いの村に遊びに行って一緒に探検や村の施設を楽しむことができるから、おめかしして出かけてほしいにゃ。私の衣装がないのは残念だけど、おしゃれな衣装がいっぱいだから許してあげるわ。今日の放送はここまで。今回はミーバースで行われたエゴポロ